えます。これからは三重の妖精だ。おい逃げるな。頑張ってください。三重の妖精にしてやってください。千葉の妖精から大丈夫だ、大丈夫だ、はい、大丈夫だって言ってる。優しい。だいぶ年下だけど優しいですね。松本さんお願いします。いったー。あー、きれい。歯並びきれい。歯が綺麗に見える効果があったんですね。大丈夫、上村。これからは三重の位置ちゃんと覚えます。素晴らしい姿勢だね、それは。